なるほど。オロルンが隊長を逃がしたのはファデュイがストラリさんに害をなさないようにするためだったと。ああ、すまなかった。一族のものを守るためだったってことに免じて許してくださるようエンジン様を説得してくれないかしら。情報を整理してエンジン様に報告する。結果が出たらすぐに知らせよう。ここで待たなければならないのか。本当はそうなんだが、シトラリさんが保証人になってくれるのなら自由に行動していい。いいわ。別の用事もあるし、ここで時間を無駄にするわけにはいかないの。協力に感謝する。オロルンさん、知らせが届き次第なるべく早く談議室に来てくれ。わかった。ありがとう。ばあちゃんもありがとう。これで逃げ隠れする必要はなくなったな。旅人パイモン、今回は本当ありがとう。恩に着る。オロルンのことが落ち着いたらシロネのところに行きましょう。一緒にコメを作らないと。うん、ありがとな。面倒だなんて助け合うのは当たり前のことでしょ。じゃあまたね。朗報を待っててちょうだい。オロルン、ついてきて。泊まる場所を探さないと。さようならばあちゃん。Thank you.
まさか騙されたんじゃないよな。うわあ！こんばんは。会えて嬉しいよ。幽霊みたいに後ろから急に現れるなよ。すまない、いつもの癖で。本当に悪かった。お前って謝ってばっかだな。おとなしそうに見えるのに、なんで変なことばっかするんだよ。君の言う通りだ。ばあちゃんにもよく言われている。君、ばあちゃんに言い方がそっくりだな。なんだよ、オイラのこともばあちゃんって呼ぶか。まあそう言えなくもないが。ああ、誰もついてきていないみたいだ。出てきていいぞ。約束通り来たか。やはり俺の目に狂いはなかった。しかしお前たちは探求欲が強く、危険に立ち向かう勇気があると講師が評価していた。そういった人物とは協力関係を結ぶべきであって、敵にはなりたくない。しかしこのまま何もしなければ俺たちはいずれ戦うことになるだろう。そうならないように何とかしたい。かねてよりお前の各国での実績は耳にしている。同僚たちと何度も戦ったそうだが、お前は決して理屈が通じないようなものではない。もしエンジンのマービカが絶対に教えない情報を知れば、お前も俺の提案を前向きに考えたくなるかもしれない。エンジン様の計画はもう知ってるんだろ。アビスを倒してナタを救うには、あと二人の英雄を待たないといけない。なんでお前がそんなこと知ってるんだよ。って、そこはいいか。もう知っちゃってるわけだし。計画の進捗には常に注目している。率直に言おう。彼女の方法はリスクが高い。英雄は本当に現れるのか。そして本当にアビスを倒せるのか。もしものことがあれば、ナタだけではない。テイワット全土が道連れになる。本当に他に方法がないのか。それとも別の応急策があるのに言わなかっただけなのか。お前はどう思う？応急策って。たとえ今の計画が失敗しても、ナタを存続させるための方法だ。しかし、その方法には悲惨な代償が伴う。だからこそ彼女はそれを予備案にしたのだろう。ためらい、恐怖、あるいは考えの甘さ。何がそう決断させたのかはわからないが、今のナタには彼女が悟るまで待つ余裕がない。最も心配なのは、多大なる責任が降りかかる中で彼女が悲惨な事実に向き合えず、予備案を実行する機をも逃し、ナタを全滅させることだ。だから彼女の代わりに実行する必要がある。今すぐにだ。そうだぞ、証拠でもあるのか。そんな一方的な話をオイラたちが信じるなんて思うなよ。あの時神の心を奪おうとしたのは氷の女皇の計画のためだったんだろ。やはり鋭いな。あの件は女皇陛下とは無関係だ。戦いで負けた以上、神の心は諦めるべきだが、ナタを救うという目的は変わっていない。俺は新しい方法を見つけた。もしお前が賛同してくれるならば、今すぐにでも。
何かの気配が近づいてくる。まずい。何かの気配ですって？君のばあちゃんだけど。シトラリ？いつの間に来てたんだよ。二手に分かれようって決めた時には気づいてたのよ。隠れた儀式用の道具、幽体離脱しちゃった旅人。君って子は一体何をするつもり？よくも私に黙ってファディと手を結んだわね。またそうやって怒られたらすぐ黙り込む。それで見逃してもらえるとでも思ってるの？そういうわけでは。まだ強がる気？そうじゃなければなんだっていうの？後ろめたい気持ちはあったんだ。ばあちゃん、ごめん。この無知か何か持ってくればよかった。落ち着けよシトラリ。今回は収穫がなかったってわけじゃないだろ。少なくとも隊長がもう神の心を奪う気はないってことは分かったわけだからな。戻ってからにしようぜな。いい？旅人とパイモンが頼んでくれたから無事でいられるのよ。お仕置きなしってわけじゃないからね。ふぅ。二人の言う通りね。町に戻ってからにするわ。行きましょう。二人とも、どうかオロルンのことを見張っててちょうだい。見たことないわ。実行することのメリットとデメリットすら考えられないの？そこまでバカじゃないでしょうに。なんで隊長を助けたのかちゃんと説明してちょうだい。あら、答えない気ね。なら質問を変えるけど、隊長は何をしようとしてるの？それはナタとどんな関係があるの？聞こえないふり？ばあちゃんを無視する気なの？うん。よーく考えてみなさい。隊長を助けるメリットなんてある？君と名園の主全体に終わりのないトラブルをもたらすだけでしょ？普段は聞き分けのいい子なのに。どうしてこんな無謀なことをしたのよ。心配事があったなら、こんなことせずに私に言ってくれればよかったじゃない。うわ、なんでこっちを見るんだよ。こんなところを見せてしまって申し訳ない。君は優しい。普通の人ならとっくに逃げてるかも。ばあちゃんの文句を喜んで聞く人なんていないから。後ろでこそこそ内緒話するなんて、君たちね。うわあ、ごめんよばあちゃん。まあいいわ。私のような威厳のないばあちゃんは何を言っても無駄なのね。君たちはもう立派な大人で、ばあちゃんの言うことなんて聞いちゃいないのよ。尊敬するなんて口だけなのよね。だって実際はどう？もうイファズテにジャガイモやキャベツを届けてくれなくていいから。こんな悪い子からの贈り物なんていらないもの。イファって誰だ？配達員か？そんなのどうだっていいでしょ。
こんなことつるんでるんだから、きっとろくな子じゃないわ。はあ、子供って大人になるとちっとも言うことを聞いてくれないのね。どうせ何言ったって無駄なんでしょうけど。ほらルン、まだ使命とやらについて考えてるのなら大間違いよ。地脈がこんな風になっちゃったのは決して君のせいじゃない。あの件はもうとっくに終わってるんだからね。なんだか内輪の話題に入っちゃったな。全然わからないぞ。それは違う、ばあちゃん。いつも何を言ってもしょうがないと投げやりになるけど、それが本気じゃないのは知っている。でも今回は本当に傷つけてしまったことも分かっている。すまない。この声は？ホラルン？どこにいるの？なんだか声がすごく遠いぞ。目の前にいるのになんでだ？本当に申し訳ない。ナタを救う責任は誰にでもある。もう行かなくて。オラルン、戻ってきてちょうだい。オラルンったら、もう。植物の胞子でできた粉？これで騙してたのね。なんで急に遠くに行っちゃったんだ？一体どういうことだよ。ただの小細工よ。胞子を粉にしてうまくばらまけば幻を作り出せるの。全然わからなかったわ。もしかしてあの子、毎日こうやって畑で野生動物を捕まえてるの？だからこんなにうまいのね。って、上達して何の意味があるのよ。ああ、もうムカつく。今度会ったら足をへし折ってやるんだから。落ち着いてくれよ。でもオロロンはどうしていつも逃げるんだろうな。ナタを守るためになんでオイラたちから離れる必要があるんだ。さっきはあの二人と何か話をしてたのよね。割り込んじゃってごめんなさい。でも二人のデタラメを最後まで聞いたところで何の役にも立たないと思う。問い詰められればいつかは口を割ってしまう。それが怖くて逃げたんでしょうね。本当にもう。町までもうしばらくかかるから、ゆっくり歩いていきましょう。どこから話せばいいか、考えさせてちょうだい。時間はある？お腹空いたし何か食べない？確かにずっと何も食べてないよな。気が緩むと一気にお腹が空いてきた気がするぞ。じゃあ酒場でちょっと休みましょう。私のおごりよ。え、いいのか？おごってもらえるんだぞ。お、でもさっきからこいつ全然喋ってないよな。なんか機嫌が悪そうだぞ。まあオイラたちは立派な冒険者だからな。ちゃんと自分で払えるぜ。君たちまでおごらせてくれないのね。はあ、ただご飯をおごりたかっただけなのに。え、オイラたちお前がモラを
を使わなくていいようにって。はあ、モラのことなんてどうだっていい。長い道を一緒に歩んできたから君たちをいたわりたいだけなの。このつまらないおばあちゃんにおごるチャンスをちょうだい。わかったから。シトラリ、元気を出してくれ。ステーキを食べれば元気になるから心配しないで。